あれ取れるかな。ちょっと、クマが気になりますか。なんとか。よし。今回箱集めは順調ですね。もう持てない。じゃあせっかく拠点の近くにいるので荷物を整理したいと思います。なかなかいい感じに出来上がってきましたね。あと薬も作れるんで作っておきましょう。もう一個いけるね。海藻がないのか。出ていっちゃうのか。もう塞いじゃうしかないですね。どうしようか。とりあえず
金属の手すりで塞いじゃいますか。これだと鶏小屋にアクセスできないので移動。これでいいかな。よし、これで鶏の脱走は制限そうですね。じゃあちょっと海藻を取りに行きたいと思います。あまりもたもたしてると肉が腐る、肉というかレバーが腐るので、あれはレベル1ですね。レバーが2つも取れたよ。あの狼はレベル3。お、あそこに箱があるね。お、あそこにも箱がある。
よし、これでケルプ5つ目。これで感染症の薬ができますね。そこの拠点もすごいね。あの拠点はもう少し時間が経つと3階とか4階建てくらいの大きい拠点になるみたいです。まあいずれ装備を整えてお邪魔しに行きたいなと思っておりますが、まだコンバットベストも作れてないのでちょっと頑張って作っていきたいですね。じゃあ日も暮れてきたのでそろそろ帰りたいと思います。
ではこの辺りでね、一回切りたいと思います。皆さんもいいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。